そう、くるくるだな。予算くるくる、大丈夫か。黒いな。養母にゴミ野郎連呼してた。電波じゃない、開始8分で終了、誹謗中傷。マジで、いや治ったよ治ったよ治った、大丈夫。電波妨害してる、くるくる、治った治った。気をつけなあかんねマジで。ふわっち今どないなってんの、厳しいよマジで。怖いな。次は誰の番だこれ、誰が番なる次。怖いな。コメントも気をつけてよ。落ちた？嘘。落ちちゃった？あ、電波悪かったら取り直したんじゃない？取り直すんじゃない？うわ、いや、バンじゃないでしょ。落ちた、落ちたじゃない。固まって電波悪かったの。切ったんでしょ。付け直すんじゃない。社長変わったの？ふわっち。バグでしょ。始まると思うよ。うん、変わってないでしょ社長。いつ変わったの？前でしょ。厳しくないと運営に何の悪い影響があるんですか。サイトのルールを厳しくしないと、どうなる。新規のユーザーが入ってこない。あと株式上場したから、あと広告系だよね。テレビに広告載せてるからじゃない。イメージ悪くなるとテレビもね、スポンサーになれない、 CM 出せないじゃん。うん、企業イメージだね。 CM 出してるもん、コマーシャルテレビ出てんだよ。ふわっちの CM コマーシャルがテレビに。あ、塩野さんって人はその大元の社長だね。そのふわっちの全然関係ない上のグループの社長。うん、AIG だっけ、 AI リンクだっけ、 AI なんとか、 A インクっていう、 A インクっていう大元の会社の社長で、そのふわっちはその傘下にあるサイト。ふわっちの社長の名前が分かんねえね。うん、 A インク、売り上げ上がってるんかな、どうなんだろう。いや、酒とタバコは大丈夫よ、大丈夫でしょ。うん、アイテム募集ってのはさっきせっかくもらってたのに次枠新しく付け始めたでしょ。だからアイテム欄がゼロだよってこと。没収はない、だからアイテム投げてくれよって言ってんの。さっきもらってたの、ちょっとそれがなくなっちゃったでしょ。うん、それを言ってんの、没収ってのかっこ悪いじゃんね。予算のアイテム欄が空っぽの状態になっちゃうの、付け替えたから。そう、それ作戦っていうか、うん、うん、なくなっちゃったよって、そういうこと。前のアイテムもらってたよ、ちょこっともらってたけど、またゼロからもらなあかんやんっていう、そういうこと。そう、消えたわけじゃない、消えるってことはまずない、 A 版にならない限りまずない、大丈夫。それ言ってんの、うん、アイテムちょうだいよって、うん、頼むよって。外でタバコ大丈夫っしょ、やってみる。そう、こじっただけ、騙されないで。誰だってそうじゃん、枠取り直してんだからさ。
なくなるやん。ゼロからスタートやん。俺だってそうやん。うん。タバコは大丈夫だよ。タバコなくなったらもう TikTok 行くで。そんな意味ないやん。ねえ。タバコ吸えるからいいんだよ。ワッチ。アイバン車映れないのがきついわな。恵方巻きは大丈夫でしょ。下ネタになっちゃう。大丈夫でしょ。あ、ふわっちの人って、そうだそうだ、そのか、その人だ。なんて読むんだろう、それなんて読むんだっけ。占い、占いにべ哲行、うらべ、うらべ哲行さん、うらべさん、それがふわっちの社長だ。男の人だ。うん、うらべさんで、その大元の社長が A インクの、うん、塩野さん。で、浦部さんは塩野さんには頭上がんない。お、ふわっちの売り上げどうなんだ最近、浦部。はい、社長、今月の売り上げがいくらいくらです。おお、何とかやっていけそうか。今のところは大丈夫です。しかしですね、今リスナーの質がですね、すごく悪くて、配信者の質も悪くて、ちょっとルールの方を変えていこうと思ってます。あ、そうか、じゃあお知らせ出しとけよちゃんと、うん、で、2月から厳しくなった。ジグね、ジグ、ジグはふわっちの方ね。うん、今会長、浦部今会長、どういうこと。浦部は今会長で、今は福野だよ。どういうこと。福野くのがふわっち、浦部さんが A インク。うん、いや、よっさん番になるよそのうち。やばいよ、その上に株主がいるからな。株価下落したじゃん、3分の1だよ。マジで。ああ、そういうのもあんのかな、厳しくすんのに。事業の大吉原、知らん。TikTok ライブの後にふわっち見ると下品。まあね、まあね、ふわっちはな、質が悪いよな。配信者もリスナーさんもな、ちょっと一部だけどね、一部目立つやな。だって数字持ってくもんな、質が悪かったらみんな見るもんな。そこ炎上してたりすると。決算月3月、あ、確かに3月だね多分。いやー、 51% の株持ったらすごいよ。なんか権力あるよね。いくらかかるんだろうね、ふわっちの株 51% 以上。あ、それお金持ちのリスナーさんいたらやればいいんだよそれ。今なら100株34万3000。 51% って何株買えばいいの、いくらかかるの。筆頭株主どうなる。51% の株買おうと思ったらいくらかかんの、何株あんのそれ全部で。34万、俺でも買えそうかも。買えるかな、買い占めちゃう株。今めちゃくちゃ安いんでしょ、買うなら今だよな。ルール変えちゃう。総株の総株数、やばいな、めっちゃあるやん。いくつ、249,900、100株34万。いやいやいや、無理か、買えねえか、無理か。100で34、 51% ってなるといくらいる、その半分、なんぼよ、3万、3万4000株じゃない全部で。違うだろ、3万株なの、3万株なのってことは1万5000株買えばいいの。1万5000株約半分って言ったら、 51% って言ったら150億いるの。そんないる、そんなかかる。いや、買われへんわ、買われへんな、それ無理やな。めちゃくちゃでかい企業なんだな。そんなに、俺もそういう会社にしたいわ、そういう会社にしたい俺も。
OMG 絶対負けねえかな、マジで。総額だから4300万で買えるの？100株3万4000ぐらい買える？どれが本当なのこれ。どれが本当？やめといた方がいい、売り上げ絶対落ちちゃうから。公開株数、うわめっちゃあるやん。時価総額200億だって。100株で3万4000円。これ買っといた方がいいかな、100株ぐらい。100万ぐらい買っといた方がいいか。5000株ぐらい買っといた方がいいかな。これ儲かるんじゃないの、これ株買っといたら。上がるでしょ、今安いんでしょ、一番絶対高くなるんじゃないの。山田買ったの株、絶対買わない方がいい。バカが買う銘柄だぞ。ダメなのこれ、株よく分かんないけど。今日の終値343、安いか高いか分かんない。山田持ってる、買わない方がいいの。株主バンできないね、特権にあるやん。ライブ配信アプリ業界の参入、なんていうのこれ、障壁低すぎる。時価総額144億です。花屋さんが買って上がってた。で儲かってるよ、花屋さん儲かってるやん。マネーロンダリングサイト言われて下がるかもよ。自分にかけると思ったらかっこいいけどな。権力持てるやんね、買ったら。だから CM 出てんじゃね。資産運用始めよう、買おうよ。ちょっと大損はないでしょって。安いんでしょ今、株価が出たことでだぞ。ちょっと持ったところで権力なんてないから。あ、そうなん。速報、養分が不可侵もパワハラ荒れてる、やばい。せいちゃん資産どれぐらい。ないないない、そんなないし、全然ないし。ベンツとアップルウォッチとパソコンぐらいしかないし、なんもないんだよね俺。なんか売れるようなものが、金もないし、高級腕時計もないし、ロレックスもないし。なんか売れるのあるかな。ないよな、車ぐらいだな。せいちゃんふわち買収できない、できない、無理無理。ハリーだな、ハリー買うか、買う。金買った方がいいよね。なんか何もないんだよ俺マジで、資産が。吉江さんはね、1日版以降だとナイス剥奪になっちゃう。半日版だったらセーフ。それが分かんない、何日版か。それによって変わるね、ナイスが剥奪か。金は下がらない。でも高いでしょ、高いよね今。マックスだよ多分、もう上がることないんじゃない。だから安い時に買っとかないと意味ない。また下がる時買わないと。でしょ今高いでしょ。仮想通貨分かんないもんね、やり方が分かんない。金が高いなくて日本円が安いのか分かんないね、その経済がちょっと見えない。僕はいつも毎日ふわっちだから分かんないんだよ、経済がどうなってるか。頭の人多いね結構ね。だから投げ師さんいっぱいいるんじゃない。積み立てにさ、分かんねえ。一生買わなくて買わないよ。1株340万で買って10円上がれば10万儲け。1万株340万買って10円上がったら、どうなんだろう。大したことねえな。なんか株ってそんな儲かんねえな。大したことなくね。1万株で340万、10円上がって10万の儲け、2万円引かれる。なんかあんまりやな。
アイデコやってない。なんなんアイデコって。なんか聞いたことある。でもそれこの前税理士さんと話した時になんか言ってたな。アイデコ、イデコ、イデコなんか言ってたな。なんか言ってたわ。なんか難しい話してんなと思って。イデコって何やで。何イデコって。なんだ儲かるのそれ。イデコ、イデコでなんで笑ってんの。な、何があれなの、正解なの。アイデコ、どっちが正解なの。ちょっと間違った知識覚えさせないでよ。わかんねえんだよ。イデコが正解なの。それ分かってる人笑ってるでしょ。どっちが正解なんだよこれ。金貯めないとアイデコ。イデコが正解。イーダコ。分かんねえよ。イデコ個人、何年金、イデラッキョの子供。イデコで OK。 中卒いるよ中卒。年金積み立てみたいなもん。貞子は俺のお母さん。貞子は俺のお母さん。うん、わかんねえよ。なんなんそれ。やった方がいいの、イデコ。やるか。イデコいらない。ニサがいい。日産なのかよ。まだニサって。貯蓄するためニーサっていうの。ニサ、ニーサ。わかんねえ。なんなん、なんでこの詳しいの。節税したいならイデコ。わかんねえ。どこのリスナーさんこれ。火薬さんとか。なんかめちゃくちゃ詳しいやん。ニサはダメ、ニーサはダメ。お金積み立て、積み立てした方がいいの。原本割れでも解約できないよ。ニーサ難しいの。よく知ってんね。もう全然わかんないよ。難しいわ。ちょっと資産運用の話してんのこれ。元本、元本な、うん、一応 OMG の社長やってます。友達ニーサすでに13万プラスになった。銀行に預けれる投資やな。 JRA が一番いいか。ニーサマジでいいよ。新庄さんいる。ニーサはダメって言ってる人いるけど、マジでいいよって。解約できるよ。難しいな。ヨシエさんは殴られたの。相原に殴られたの。ルバンナちゃん配信中に。 JRA ダメ、あかんで。国推進は国で進めてるやつ。うん、不動産屋ね。不動産やりたいね。アイデコは60まで可能ですね。ニーサやってない人ダメ人でしょ。ダメって言ってる人。ニーサどういう人がやってんのこれ。ニーサとか何なんこれ。アイデコとかどういう人がやってんのこれ。イデコねえ、これ何歳ぐらいの人がやってんの。男と女どっちがやってんのこれ。おじさんこれ。女の子、おじさんがやってんのこれ。殴られても。少し賢い人、柴田がやってんのこれ。誰がやってんの。状況がやってる。柴田がやってんのこれ。うちもいでこやってる。子供でもやってる。30女、なんでそんな知識があるの。30歳の女で。アルマゲドンの母はいらないわ。今は関係ないし。今パン屋の友達やってる。旦那がやってる。親に言われた。親がやってんだ。1000万以上の人大体やってる。やんなきゃダメじゃん。じゃあ俺やるわ、やるわそれ。兄さんやるわ。兄さんやらして。兄さんやらして。今教えて。兄さんやるわ。何から始めたらいいの。兄さん、兄さんしたいんだよ。兄さんデビューしたいんだよ。やらして。